最近あのからここが痛い。もうずっと痛い。ずっと痛い。じゃあちゃんと聞いとった方がいい多分視聴者さんに。どうしたらいいですか。もうずっと楽しくない。もうずっとここが気になる。だって整体やっとる人もおるんじゃん YouTube で。うん。ああ。結構それで行った相談した方がいいんだよ。ほんまや。相談審査。相談できる人がおる。まあ腰だろうね。腰から来たんだろ骨盤から。出張とかやっとんすかね。キッシュールさん。出張。来てもらう。忙しいやろけ。ハイエースで。ああやだな。もうずっと痛い。ずっと下ばっかり見て歩いてる痛い。それやろ原因。それもね、それも良くないね絶対。なんかないんかね。こうした方がいいっていうのないんかね。あるよ絶対。まあミントわからんのじゃない。うびっくりしょ。もあるけど結局さ、誰が正解かわからんくない。まあまあね。なんかティックでもずっと流れてくるじゃん。うん、見始めたら方向マッサージみたいなとか、うんうんうん、ここをこう動かすとかなんかいっぱい出てくるけどさ。あるある。なかなかどれが正しいんかわからんけど。だってあの、はい、骨をポキポキさせるのもなんかいいっていう人もおれば悪いっていう人もいる。うん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 。そうそう。そんなもんよ。大学に行った方がいいって人もおれば行かん方がいいって人もおるし。そんなもんよ。世の中。うけさ、あの動画でも言ったけど前だけ見て進めばいいんよって言ったけどさ、俺前見れんのよね、痛いけ。ちょっとこう、右斜め真っ下を。最近は前見て走れんの。走ってないし、右斜め。近づけ、バイクちょっと市場とか行くけどツーリング行かんじゃん。右斜め下しか見えんけさ。右斜め下。視野狭いんだね。視野狭いね。左から来たらおしまいじゃねえ。暗っ。久々に来たし。そう。ああ。ここフェンス下あるけんね。ああ。はこっち。フェンスはして。前だってここで撮りよったの。ああ、そっか。そう。やっぱそうな。なんか言いよったよね、誰かも。俺が言ったんよ、俺が。そんな言う人なんか限られてるやろ。あの山の向こうには一体何があるんだろうね。僕たちのまだ見たことない景色が広がってるんだと思うよ。多分というか本にはそう記してあったんだ。そのもうどこまで行っても水が、もうここまで行っても水、それを水平線と呼ぶ。そしてそのでかい水のたまりのことを海というんだよ。わかりました。あ、そう、その海を見つけることができればまた新たな何かが変わりそうな気がするんだ。だから俺はあの山の上、あの境界線に行く。行こう。行ってらっしゃい。行こう行こう。そのためには巨人を駆逐するしかないんだ。やばい。進撃や。腕大自然じゃん。すごいよね、やっぱ改めて見てて。結構急なんじゃない。しかおらんの。サバゲーとかでさ、BB 弾さ、白いの使っとった？オレンジやな。オレンジ？軽いやつね、オレンジって。いや、サバゲー自体やってなかったけど。俺多分普通の白だって。白ってね、ちょっと重たいんよ、弾が。あ、そうなの。うん、でけあの、ポップアップ系のね、エアガン撃っても、まっすぐ多分シュ。何なんそのいきなり。普通 の、 あの回転がないやつだったら、うん、白重たいけどすぐ落ちる。そうね、うん、なんか 0. 何グラムとかあったよね。分からん。えやっぱガスなんすか。いやエアじゃね、やっぱり。いやガスじゃろ。エアガンとか今買ったら楽しいんだろう。楽しいでしょうね。買えるんすか今普通に。買えんよ。買えるよ。銃刀法違反よ。買える買える、しっかり。お、来た。到着した。うん、で最近見つけた場所があるん、ここ。この溝。なんか上か。この溝に奴らおるん。ここ。でさらにここのここ。ここ。だって漁ってある跡があるん。そう、漁りよね。おったこいつ。おった。ああ、良質な砂やね。そう、良質な、ちょっとこう
柔らかい、ちょっと湿っとって。あ、出てきた。あ、出てきた、出てきた、出てきた。やばいね、人数見つけた。あ、ここ、あ、めっちゃ細くない？これ、ほら、ほら、ここ、ここ、ここ。ちっちゃいのダメ。え、ちっちゃいのいいじゃん。亀用でいいんじゃない？なんかまだちっちゃいね。よいしょ。ん？あった？ん？めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ細。それそれ。ちょびっとだな、2匹。え、ちょびっとでいい。いっぱいホールトロや。いっぱい取ったら食べるもん。おらんね。あっち行く？ポケモン2匹取ったよ。え、2匹取ったの？でっか！え、うめ？気持ち悪い。もうでかいやん。いいじゃん。仙台なら食っとったけどね。今はちびいけんね。でかいだったら食わんけんね。仙台懐かしいな。食わんか。ちっちゃいで食べん、ほんとに。あった。どこ？めっちゃおる、ここ。すごいよね。うん、でも取りすぎたらわんくなるんだよ。あった。これぐらいがいい。あ、ここ、あ、ここ。うん、それぐらいがいいのか。うわ、寝かしとったけんかな。ここいい、いいとこ。あ、よかったね。ここで撮った曲ないもんな。ないない、うん、なんかね、最近見つけたらしい。全然すごくはないけど。ミミズ、そんなもん。うん、こんだけで十分だよ。食べんけんね、小食じゃけんやつら。そんなんね、まだ。オッケー、オッケー、帰ろう。あんま口くしたらもらんくなるけん。それを駆逐って言うね。いや、これいい、これ。あそこはダメだね。あそこはでも、でかいし、でかいですから。あの、細いのがいいね、やっぱり。あ、亀には？うん。すごい。家があるってことこうとかね。うん、すぐ後ろに家があるんだ。なんか、向こうは人住んでる、絶対。そう。はぁ。お風呂入ったら、ムカデが出そう。ムカデ怖いよね。怖いよ。田舎のムカデ？田舎。マンションやっぱ。多分社宅だと思う。多分この森永さんとこの。ガラガラだもん多分今。ガラガラやん。うん。あ、行って、あ、これ引っ越したりだよ。なんで俺？一番近いし、ここに。怖いで、あんなとこ。ここはなんか最近清掃が入ってる。どんどん綺麗になってきて。ってことはもう空き家になるってこと？はい、いや、なんか住むんじゃない。え、逆に？うん、これだって減っとるじゃん、物が。キョトツあるで、キョトツ。めっちゃ木があってくれ。キョトツあるよ。キョトツ取ったらダメ。取るとは言ってない。うえ、あ、疲れたね、今日も。今日も疲れた。今日もいい日だった。いい日だった。いい日だった。俺なんかね、最近ずっとね、ここが痛いけんね。戻った。なんか、あ、いい日だったって日がないんよね。もうすごい体重たいんよ、朝起きるとき。これはちゃんと求めよう。あの、アドバイスください。本当に。なんかね、まあ、疲れかもしれない。本当に。忙しい。普段の 10% も出せてないもんね、最近。それやばいね。うん、それ滞ってしまうよ。絶対1回休んで 100% に戻してやった方が。そうそうそう、効率いいです。ちゃんと充電した方がいいよね。充電するのに不安になるけさ、あの、え、工場長おるやん。工場長もうおるけど。まあ雨の日休むちょっと最悪元気。ああ、晴れた日おる。ちゃんと午前中ちゃんと休んで、こう整体行くなり。ああ、そうするわ。そうするそう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 。近所の整体行くわ。そうそう、あの前半戦はちょっとまあ休んで、体のこうリフレッシュに使う。そうした方がいいかね。の方がいいと思う。やっぱ明日絶対するの方がいいよ。通勤も遠くなった。なんかトロッと行ってた方がいいんじゃない、あのキャンプのやつとか。あ、ほんまじゃ。トロッとね。7月の8、9。8、9、はい。土日。7月の8、9に、キャンプします。水だ。で、キャンプは8の夜ね。8の夜な。うん、一泊よね。うん。山口県の、なんでこの階段俺だから。山口県の阿武
アブキャンプ場アブ、うん、アブキャンプ場だっただったよね、多分、まあ、ピッて出てると思う、うん、アブキャンプ場、あの今年の3月にオープンしたい新しいとこよね、うん、綺麗なとこめっちゃ綺麗で、うん、めっちゃ綺麗よ、全部綺麗海と山みたいなそう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 すぐ海よね、うん、すぐ海でそこで、キャンプをしますで、キャンプをするんで、もし参加したいっていう方は自分で予約を取ってくださいはいそうねキャンプ場に、うん、キャンプ場にまだ全然空きがあったはずだけうん阿武山口県の阿武市阿武キャンプ場に7月の8、9でキャンプしますで、まあご飯とか食べるときはもう一緒になって全然食べてもらっていいけど、うんうん、寝るとこだけは確保してください必ず、うん、そうねだけどテント持ってきてとかうん車中泊とか車中泊はねキャンプ場ではできんかったんあ、そうなんすかダメって書いてたそう、あ、そうなん、うん、じゃあバイクにくくりつけてうんテントだけねそうそうえ、でも貸し出しもあったでしょ確かあるあるあったあったあった貸し出しの方もでもね貸し出しもまあ多分あれかもちょっと大きいのしかなかったあー、ね、はぁはぁはぁそう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 まあその辺もその辺もちょっとあのサイト見てみて結構綺麗なんで綺麗、本当に綺麗ねそうそう炊事場とかも全部綺麗だったっけで土曜日一泊して土曜日の、入り時間はまあ昼過ぎ1時2時ぐらいには多分もう行きますキャンプ場に、うんうんうん、でなんか、トランプしたりみんなでちょっとウノとかしようや麻雀は麻雀はあの物が多いき持ってかなで、次の日、次の日9日、9日は朝10時ぐらいにアブキャンプ場を出て、浜田のお魚センターまでツーリングしますそこでそこでツーリングです。忘れてないんで、キャンプはできんけど、ツーリングだけ参加の人でも OK です。ああ、そうね、その時に。で、10時に、アブの道の駅、キャンプ場がある道の駅なんだけど、そこに集合してもらったら、もうそこから浜田まで、お魚センターまで行って、海鮮丼食べて、そこで解散します。うんうん、で、ツーリングというキャンプと、合ってるよね、を日付はね、うん、合同でやりますんで、はいもしご興味が。ある方は一報ご連絡いただきどっちでもいいけどね、うんうん、あるでもなくてもいいけど寝床キャンプする場合は寝床だけを絶対確保しておいてください確保しなんていうんかになるキャンプツーリングかみたいなもんキャンツーキャンツーみたいな感じじゃないバイクで行って、はい、俺はバイクやもんね、はい、そう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 俺はねバイクそう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 でキャンプに行きたいなと思っておりますので皆様ふるってご参加ください7月の8、9ですあと8月の20日はニューオーダーチョッパーショーにツーリングで行きますお日帰りっすよね確かに皆さんは日帰りかもしれないですけど僕は一泊したいと思っていますずっと心の中の心の中 心の中で、うん、まあ日帰りよってよね神戸まで、うん、まあ日帰りでよくないって話にならなかったっけそうで俺はいや泊まりたいあのやっぱここのこもうだってあ、まあ、右こういう運転しか見えない、うん、こっちかえバイク乗るバイクで行くバイク行く当たり前じゃんミラーゴで行こっかなああいいね分からんけで行く、ツーリングがあります、であと6月どっかもツーリングしたいね6月ツーツー6月だから6月の1日からはあの写真コンテストの応募が始まるわ15日までああそうねそうねはい、だけど、まあ、その6月、梅雨通でしたね、梅雨通梅雨通はいいわ絶対やばい雨の日は絶対走らん7月8、9じゃやっぱちょっとやっぱ梅雨が明けんとね、うん、しんどいっすしんどいねで、まあ、写真の応募と、キャンプツーリングはい、ぜひキャンプツーリング参加してくださいキャンプしたいねキャンプね、みんなで夜ちょっと、まあ、ゆっくりねやっぱ日頃お酒とかも入らんじゃん、うん、お酒飲みます飲むの俺酒飲まんけんね知りたいけどすがらない気づきうん、なんかでそのまあ夜ゆっくりちょっとしたいよねゆっくり話もしたいよね、うん、みんなで大体日中さ俺さなんかそのなんか遠くを見てるじゃん常にいやあんま話入ってこんけどさ夜だったらさお酒飲んだからね酒飲んだらね変わるけんねめんどくさいけんねあんまノンアルコールで、ね、でそれで、もうキャンプツーリングぜひ皆さんフルテご参加ください参加してくださいまた別途詳細出す
いやもうずっと毎動画、毎動画、毎動画言う全部やばいね来てほしいもんって。え、あれは一緒に行きたいっていう人はじゃん、こっからこっから一緒に行きたい人は一緒に行ったらいい。ここに来てもらったら大丈夫。一緒にここから行きたい人は連絡ください。ああ、そうさすがにね、うん、山口結構遠かった、遠いよ、遠い。アブは 3時間、4時間かかるんだよね。え、そんなかかるんですか。だって島根までが1時間半か2時間ぐらいかかるでしょ、うん、かった。あ、市経由ってこと。あー、そういうこと。あ、こうじゃけん、ね、そうよね、上じゃけん。あの、上なんす、下じゃない、あの、日本海側じゃけん。あ、そう、うん、あ、そっかそっか、海あるもんね。萩の方から行かねえ。萩の方、萩の方結構遠いね。結構多分ね、そう、高速使っても多分やばいね。まあまあね、遠いよ、遠いよ。まあ道は、え、じゃあ島根を走るってこと、多少、ずっと。うん、島根の9号線、あの海のとこ走ったじゃん、うん、スケボーとかの、うんうん、あっこからずっとまっすぐ。あー、はん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 、結構遠いね。結構遠いね。そこまで考えたらこれキャンプ、ヘロヘロかもしれんね。でけー、まあ本当にね、8時とか9時ぐらい、うん、出て、もうまあ1時、2時ぐらいに着けばいいかなって感じです。向こうで買い出ししてて、うん、買い出しして、美味しいもんいいよね。見たキャンプで食べるもん美味しいもんね。全部うまい。最近してないけど。そうね、してないよね。してないっすね。皆さんで、まあぜひ振るってご参加ください。やっぱりなんかね、やっぱ僕過去、私過去閉じみたいな、僕ね、かっこ、私、かっこ閉じるのどういうこと。なんか、参加していいんですか結構言われる。あ、なんか、遠慮して、あ、迷惑、足引っ張らんかな。あ、全然問題ない、俺が一番足引っ張ってる。いや、僕が一番足引っ張ってるんで問題ない。別に車でもいいもんね、多分、うん、車でさ、車でもいい、別にキャンプ道具持ってさ、来てもらってもいいし。ペットも可だったね。あ、ペットも可だった。家族で来てもらったり。あ、それがいいわ、本当に。それがいいんすね。うん、危ない組織じゃないんだよって、ちょっと家族全体に知らしめとかんと。誰も思ってないでしょ。やっぱね、やっぱさ、その、バイクってさ、イメージ良くないんよ。まあまあまあ。良くないんよ。乗ってない人からしたらね。うん、で、音、大きい音が出たり、さ、なんか、ね、まあ、集団やし、ね。ヒゲが生えとったり、ね、入れ墨だったり、あとなんか何、いや、チャカは持ってない。集団っていうのが怖いかな。集団、音でかくなるよね、うん、そうそう、みんな同じ格好だったりね。そうそう、ちょっといけない。どっちも柄悪く見えるけんさ、まあ、柄はもう100歩譲って悪い、しょうがない。それはもうどうしようもないと思う、うん、しょうがない、はい。まあ、それを求めてる人もおるしね、やっぱそのパーレーこそやっぱこう、うん、かっこいいというか、あのイメージがね、イメージがね、うん。でもまあ、うちらショルダーサックグループっていうのは健全で、健全じゃね、うん、緩いけんね。まあ別に好きで緩くなったわけじゃなくて、もともとからなんかこういうスタンスだったっていうね。そういう団体だっていうのをちょっとやっぱ認めてもらえて、認めてもらいたいってことなんですよ、結局。で、まあそういうなんかね、そして団体にしていきたいなと思ってるんで、ぜひ誰でも参加できるような、ね。ああ、まあそれよ、それそれそれ、それ言いたかったよ、俺は。えらい回りくどかったね、じゃあ。まあね、バイク乗ってない人でもね、別に全然いいよね、大丈夫っすもん。え、ダメなんすか。ダメなの。いや、いいけどさ、別に。でもいや、キャンプに行きたいとか。そうそう、キャンプの話だね。そう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 、で、でけ、そのバイク持ってない人で行きたい人は早めに行ってくれたら、こっから車で一緒に行けんよ。あー、そういうことね、うん、ああ。で、一人でいきなり参加は多分できんけど。ああ、そうね、そうね。でけ、こっちに一旦連絡くれれば、こっから車出すけん、車乗っていけばいいし。うん、タンデムがいいんだったら別に俺の後ろでもいいし。やめたほうがいい、絶対やめたほうがいい。マジでやめて、マジで危ない、マジいい思いしてんすね。あれは多分初めてタンデムしたらあれは振り落とされるね。多分気抜いとって多分落ちとるっす。ダメ、そういうのもできるけん早めに連絡欲しいよね。うん、そうね。テントある？俺テント、人数用の。俺は持ってない。俺持ってないっすよ。 4,5 人用のは1個で、ソロキャンしか持ってない。ソロキャンでもできるけど、増えたらなんかあれだったね。お金が多分かかる。うん、あの7人用のとこしか1個取しか取ってないから。うんうんうん。はい。テントも3つぐらいのしか取ってないから、3つぐらいのしか取ってないから。1区画。我々グループが行ったん、ちょっと。
針取ってるってことよね。 B サイズ、 B サイズ、 B サイズ、はい、 B サイズ、うん、まあ繋がってるけ、 A、B、C、うん、繋がってるけ、まあそんな感じで、今日も良質なミミズが取れたんで、今日はいい一日ではないのかなと。捕食芯はいらないですか？いらないですよ。それでは皆さん、7月の8、9、よろしくお願いします。お願いします。連絡ください。くるくるくる、こんなでかいの一口より健康なんですか？言えるよ、戦いにくいよ、ほらほら見て、うん、すごいよ、こいつ。こんだけ動かれたらもう、でかいの来た、でかいの逃げた、はい、逃げた、ほらほらほら、うわー、すげえ、あ、もう、あーもうちぎれるね、おー、二人で行った、トモ食いやん、わー、見えん、カメよりおもろいの見とって、ガバガバ行くけんね。カメラの食わんけんね。でもこんだけ動くけんやっぱいいんだろうな。うわー、来た来た来た、あんなちっちゃいのでもすごいもんね。もうね、話さんけんね。話した、話した、こいつ話した、いけ、ミミズって戦えんもんね、うん、手みたいに締めれんし、あえて逃げるしかないよね。うわー、来た来た、やばい、トモ食い、あ、来た来た、あ、取られた、取られた、取られた、すげー、まだ戦えるよ、戦いよりどんどん短くなるよ、トモ食い、ほんまや、かわいそう。これ最後チューじゃね、ご機嫌チューやん。逃げた、逃げた、あ、食いついたまま逃げた、どこ行った、どこ行った、食いついたまま逃げてた、ここにある、ここ、ここにある、あ、で、出したかもしれない、もう出してるよ、びっくりしてから、あれ出した、やばい、やった、リセットした、リセットしたかもしれない、まあもうだから、あ、でもまだ、いいよ、ミミズ助かった、すごい、すごい、あんだけ丸飲みしとったのに、ね、え、あれ食ったやつちげってたよね、あ、もうなくなった、やってしまった、やってしまった、俺、ああ、って感じ、うん、お腹いっぱいなんだよ、この間から食いすぎ、うん、食いすぎよ、あ、奥のやつがやる、ああ、奥で暴れよ、こっちダメじゃん、こっちダメだね、もうダメ、もう出して入れようか、お、いった、入って、入って、入って、えらいちっちゃいのがいくね、すごいね、噛むよ、あー、あいつちょっとかわいそう、えらい汚れたね、水槽、いや、えらい汚れたね、いろんなもんが出てきたね、ミミズから、うん、暴れ出す、はい、そう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 、パンパンやん、お、気づいた、魚、潰れるで、どこ、あいつやばいね、あいつパンパンやん、もう腹パンパン、腹やばい、腹がすげえ、こっちから出とるもんね、ミミズちゃんが気持ち悪い、食いすぎ悪かな、ちょっとあげてあげよう、来ちゃうね、来ちゃうね、あ、送った、あいつは口が出とるね、あいつはずっと食わえとるやつ、多分半分ぐらい、こいつが多分一匹食った、ほら、お前ずすげ、あの奥のが食わんね、あいつ、あいつ、あいつはもう仲直りしてる、離してしもったね、あれミミズどこ行った、あ、まだおるよね、まだ生きてるし、取ってあげたら、そうだ、多分目の前のうちに結構怖いね、やばいやばいやばい、食うんじゃん、もう省いてたんかな、うん、あ、来た来た来た、おー、行った、うわ、終わった、うわわわわ、あ、でも話した、話した、いや、でも距離距離、うわ、すごいすごいすごい、あ、終わった、結構ミミズってパワー強いんかね、あれグワッてやるの、滑るんじゃないですか、滑るんかね、でも魚って吸うっすもんね、吸う、僕はあいつもう胃の腹いっぱい、みんなお腹いっぱい、みんなお腹いっぱいになった、へぇ、いつも喧嘩してる、もう共存やな、めっちゃある、水におしっこしたらさ腫れるってなんか言って、あー、あれほんまなんすか、腫れるよ、本当に、うん、あれなんよね、あれなんていうか、あれなんて言った、妊娠じゃないですか、
ミミズを触ったらいけないね。え？ミミズを触った手で、触ったその一物を触るとそのなんかバイキンかなんかで、あ、そういうこと？そう、痒くなるっていう。いや別に遠くからかけても大丈夫なんですか？そう。迷信やんじゃ。でなんかテレビでやるといいですね。ミミズ団子とか。あの白と黄色のやつ気持ち悪いね、この柄が。これ、なんていうんかな、この比較、これ、なんか古代魚みたいなやつ。前田の模様がね。うん。ルッピーも順調に増えよるけどね。うん、めっちゃ増えたもん。欲しい人おるんかね。いや、送るんが大事、取りに来てくれるんだ。ああ、取りに来てくれるんだけど。どっちかっていうと、送ってもらう側であろう、ここって。いや、広島市内でちょっとクッピー買いたいな、みたいな人がさ。おったらバケツ持ってからこうやってくださいっつって養殖屋やん。そう、キッズ隠れてるのはここが一番安全なんかな。今回ね、綺麗な色増やしたかったけどね、うん、黄色入れたんか。黄色とオレンジみたいなと、ちょっと黒、尻尾だけが黒とか古代魚みたいな。そう、あとちょっとなんか変なまだら模様みたいな、尻尾と体にまだらを。結局全部バラバラにしたんすね。そうじゃね。すごいよね、水槽が3つあるっていう。なんかおかしい。いや、なんかね、亀はね、浅い方がいい、やっぱ。はい、気づいた、浅い方がいい。気づかされた、うん、一緒に亀なんか無理やね。まあ、仙台より大きかったよね。うん、関係ないけど、うん、ちっちゃいけんね。ま、仙台までどんだけ時間かかるんですか。確かにね、10年ぐらいかかるんだよ。やばー、じゃあ仙台やっぱすごかったよね。相当でかいよ、だってあれでかかったよ。でかいよ、だマックスサイズなんじゃないの、石亀の。20ぐらいあったやろ、だってこれ。多分あったと思うね。え、あったと思う。こんなんだって余裕で登れるもんね、うん、余裕で出そうっすね。あいつね、怖かったけどね、石神って優しいけどね、かまんない、絶対。もっと仲良くしてよかった。なんでこう嫌になって逃げたんかもしれない、うん、あいつらっつって、ずっと見てくるけど。そっとさしてくれやっつって。狭かったんかもね、やっぱあれぐらいでかくなったら、うん、あれでもう無理じゃないじゃん。だけ早いこと、ほんま、うん、その2、3メートルぐらいのね、容器を買った感じ。いや、容器は多分ないけど、絶対ない。ぐらいの、やっぱり敷地を作らなきゃいけんかった。敷地を作らなきゃいけんかったんや、早い段階で。だいぶ無茶やろ。無茶やね。こっち買わないかんやん。あ、最近教えてもらった、陸が多い方がいいらしい。真ん中でっかいし。でも結構潜ってない、ずっと。いや、晴れとる日はね、まずその石の上にずっと乗ってる。困ってる人がずっと中に困ってる。1匹やん。こんな子やっぱそういう隠れ家がいいよね、うん、ずっと隠れてる地域。それを言ったら